ヒアエノドンは、絶滅した、肉食哺乳類のグループである、肉馬目、ヒアエノドン科の模式属であり、古代三期四神魚から新代三期中新世中期に、かけた約2610万年の、アイダユーラシア大陸と、北アメリカ大陸に生息していた。ヒエノドン、または、ハイエノドンとも呼称される。ヒアエノドン属には、様々な種が存在し、 互いに生存競争を繰り広げていた。また、ヒアイノドンに近縁な哺乳類に、シノパ族やディッソプサリス族、ヒアイナイルルス族といったものがおり、これらとも競合していた。アフリカやアジアにおいては、中心余に至るまで生態系の捕食者として、重要な役割を果たしていた。ノースダコタでのディニクティスの頭骨化石にある派の、センシコンの解析により、ニムラブスカなど、 当時の大型捕食動物を狩るヒアイノドンの種もいたことが示唆されている。ヒアイノドンホりリダスの復元図頭骨、ヒアイノドン族には当時最大の陸生肉食哺乳類であった種もいれば、天族の大きさに過ぎない種もいた。多くの種の化石は北、アメリカやヨーロッパ、アジアから発見されている。ヒアイノドンは初期の肉食哺乳類としては典型的な形質で、 非常に巨大な頭骨を持っていたものの脳の溶石は小さいものだった。鼻先は狭いが頭骨は長く、例を挙げると犬科の捕食動物よりもはるかに長大であった。首は頭骨よりも短く、胴体は長く頑丈でそのまま長いように続いた。北アメリカ最大の種である H ホーリガスの生態、または生体における平均体重は約 40kg で、 6 0ラムをおそらく超えなかったと推定されている。俗における最大の種である H ギガスは体重約5 0 0ラム、体長約3メートルであった。古代3期全身予初期における北アメリカの H クルーションスはわずか10から2 5ラムと推定されている。死神予行期の北アメリカに生息していた H マイケラドンと H マスタリネスは さらに小型であり、体重は約5キログラムであった。H ホーリガスの頭骨筋炎ではあるがより大型のヒアイナイル,ルスと比較すると骨の破砕よりは肉の先端に向いた熾烈を持っていた。一方で H アキシーグースは三半期間の研究から受状性だった可能性が指摘されている。ヒアイナドンの様態の標本の研究から 同族の葉の痴漢の仕組みが非常に特殊なものであったことが判明している。葉体は歯が完全に放出するまで3年から4年を要するが、これは完全に生態になるまでの時期が長かったことを意味する。北アメリカの標本では、上学第一小球子が上学第1大球子よりも先に放出するが、ヨーロッパの標本では上学第1大球子が先に生えることが示されている。 H. ホーリガスとレプトメリックス北、アメリカにおける最後のヒアのノドン族である H. ブレビローストリスは前身世の後期から中新世の初期にかけて絶滅した。ヨーロッパのヒアのノドン族は前身世の初期においてすでに絶滅していた。ありがとうございます。